2018年6月21日、紫スポーツナイキ S3 ダンクロー東京ダンクが発売になります。スポーツショップを展開する紫スポーツは、スケートパークや競技会を運営し、長年にわたり日本のスケートボードの普及を支えてきた存在。2020オリンピック東京大会の正式種目にも採用され、日本のメダルを狙う強化指定選手として選出された紫スポーツ所属の池田大輔選手が本作ナイキ S3 ダンク東京のイメージモデルに起用されました。今回リリースとなる紫スポーツ別注東京ダンクは全体を藍色でまとめます。日本伝統の藍色は勝ち色とも言われ、2020に願いをつなげます。内蔵されるズームエアのインソールには東京の文字をプリント、終端のナイキ S3 タグには紫スポーツのスローガンであるライドライフのテキストが入ります。肉厚の終端を採用し、ボードコントロール向上と足首を固定することでスケーターの怪我防止に配慮します。ヒールタブには現代スケートボードが始まったとされる1973年のテキストを刺繍しました。またナイキを象徴するセメントパターンでヒール部分をブロッキングするなど、スケーターのみならずダンクファンにもアピールするハイセンスな一足となっています。伝統色の藍色とホワイトのツートーンで上品にまとめながらもしっかりとした個性を表現したナイキ S3 のコラボモデル、長年日本の横乗り系アクションスポーツをリードしてきた紫スポーツが2020自国開催のオリンピックに若者の夢をつなぐ思いを込めた渾身の一足となりました。スニーカーズカフェ東京では、今後も最新スニーカーが生まれるストーリーも含めご紹介していきます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。